こんにちは、稲田です。今日はドロップボックスのとても便利な使い方に関してご説明したいと思います。ドロップボックスというのはオンラインのストレージサービスですね。こちらにちょっと書いていますけど、基本的には他社とのファイル共有というのをメインで使っている会社が多いと思います。グループ間での共同作業とか、あとはフォルダ単位でアクセス権の設定が可能ですので、この部署はこのフォルダ、この部署はこのフォルダとかいったこともできますし、業務ごとに分けてもいいですね。新卒採用だったらこのフォルダ、中途採用だったらこのフォルダとか、会社説明会だったらこのフォルダ、面接だったらこのフォルダといった形で分けることもできます。うちの場合だと、顧問先とですね、共有フォルダを作っていて、その中にそれぞれがファイルをアップして、常に最新のデータを共有しているというふうな形を使ってたりもします。外部との共同作業に関してもドロップボックスとても便利なんですね。その他にも、このようにクラウド化できることによってバックアップが自動的に取れるとか、で、これでパソコンがいつ壊れても大丈夫です。またですね、ドロップボックスの機能として URL を送って、そこの URL からファイルをダウンロードすることができますので、ギガファイル便とかああいったですね、大きなファイルでも転送するサービスを使う必要もありません。その他にもスマートシンクという機能がありまして、こちらだとですね、例えば動画とか写真、こういったパソコンの容量を結構ですね、使ってしまうようなファイルもドロップボックスにだけ置くというふうなことができます。必要な時だけダウンロードするというふうな形ですので、普段はですね、パソコンのハードディスクとか SSD の容量を食わないといった形で使うこともできます。その他にも、例えば間違ってファイルを消してしまった場合、ドロップボックスだったら復元といった形で元に戻すことができますし、修正したんだけど、ちょっと失敗したなと思った場合に上書き保存していても、前のバージョンに戻すこともできます。そういった形で便利な機能がありますね。他にもファイル形式がですね、これ実はちょっと変わっていまして、Google ドライブとはまた違うような形で保存されています。じゃあファイル形式が基本的にはそのまま保存されますので、例えばソフトとかを入れても動くんですね。こちら、ラプチャーというふうな、こういったスクリーンキャプチャーソフト。これもですね、実はこれドロップボックスの中に入れてるソフトです。それを読み出しに行くっていうふうな形で使うこともできます。で、こちらですね、ビジネスアカウントにした場合なんですけど、その場合ですね、容量が無制限になって、どれだけたくさんのファイルをアップしても、そのアカウント内で使うことができると。あとですね、他のサービスだと一つのファイルでの容量の上限っていうのがあったりします。例えば動画で10ギガのものをアップしたい場合でも、10ギガアップできないとか、いったこともあるんですけど、ドロップボックスのビジネス版はそれは大丈夫です。で、こういったですね、機能を多分使われていると思うんですが、今回ご紹介したいのはこれではないですね。とても便利な機能。それがこちら。ぜひですね、これをうまく活用してください。デスクトップの共有。これデスクトップを一つ挙げていますけど、マイドキュメントとか、ダウンロード、マイピクチャーとか、いった形も共有することができます。で、どういうことかというと、例えばドロップボックスの中にですね、フォルダを作るんですね。例えば、全スタッフ共有デスクトップフォルダを作ります。その中にファイルをみんな入れて、で、そのデスクトップをみんなが見に行くっていうような形を設定することもできます。ただ、わざわざドロップボックスを開いて、その共有フォルダまで行くっていうふうなことをしなくても、ワンクリックで行くと言いますか、普段のパソコンのもうデスクトップがその共有フォルダにすることもできるんですね。そのやり方に関してご説明したいと思います。で、これは全スタッフじゃなくても部署単位でもできます。例えば採用チームとか人事チームとかいった形でもできますし、経理とか営業とかいった形で部署単位のフォルダを作っておいて、そのフォルダの中で共有デスクトップ、共有マイドキュメントといった形でやると、新しく人が入ってくるとかいった場合でも、そのパソコンをその共有ドロップボックスに接続するだけで、いきなりですね、他の方と同じような環境になるといったこともできます。これが実はめちゃくちゃ便利ですね。で、ただ、他のスタッフと共有をしない方がいいなと思うのは経営者です。やっぱ経営者の情報というのは結構人事の内容結構深いやつとかもありますし、そこをですね、丸々スタッフと共有すると少し問題が起こったりしますから、経営者は別のアカウントを一個やっぱり作っておいて、経営者用として、あとは経営者専用のマイドキュメント、デスクトップといった形でやっていた方がいいとは思います。経営者の場合だと、例えば、デスクトップの共有を会社のパソコンと、ちょっとセキュリティの関係でいろいろあるかもしれませんけど、自宅のパソコンで同じ状態にしておくといったことも、このドロップボックスを使えばできます。じゃあ具体的にどうやっていくかやっていきたいと思います。はっきりで簡単です。で、ちょうどですね、パソコン1台新しく買いましたんで、これを設定してみます。このように、パソコンですね、例えば今デスクトップこれ出てますよね。これは、このパソコンのデスクトップが出ています。ドキュメントの中にはほとんど何も入っていません。で、ピクチャーの中にも当然買ったばかりですので、何も入っていない。ミュージックにも入っていない。ビデオにも入っていない。実はダウンロードだけですね、あえてもうすでにドロップボックスの方を読むようにしています。で、この便利なところが、実はこのクイックアクセスというふうなとこ。ワンクリックしたら、もうそれがドロップボックスになるんですね。やり方は簡単です。ドロップボックスの中にこのようにですね、フォルダを作っておきます。例えば、名前は何でもいいです。共有デスクトップとか共有ピクチャーとか。部署ごとに分けるんだったら、その採用チーム共有デスクトップとか、採用チーム共有マイドキュメント。
主にこのデスクトップのマイドキュメントぐらいに関しては、ぜひ共有化しておくといいです。ピクチャーとかですね、この写真に関しても結構便利ではあります。で、こう作ってわざわざこうドロップボックスに行って、それからですね、こういった形でワンクリックして中に入っていくっていうふうなことはする必要もなく、全部ここから簡単に行けるように設定するのがポイントですね。で、やり方はですね、これ2クリックして、例えばダウンロード、もう実はこれはですね、設定しているんですけど、プロパティっていうのがありますね。これで、ここ、場所っていうのがあるんですけど、この場所をクリックして、ここでドロップボックス内のフォルダを指定します。やるのはこれだけです。これで適用ってしますと、例えばこれダウンロードのフォルダですから、パソコンの中にあるダウンロードフォルダをドロップボックスに移動しますかって言ってきますので、それで OK でしたら終わりですね。そうすると次回からダウンロードちょっとまあクリックすると、これもドロップボックスの中を見に行ってるっていうような形です。パソコンで例えば何かしらそのマイドキュメントに保存したいとか、デスクトップにポンと置いた場合に、置いた瞬間にもそれはドロップボックスに行くっていうふうなことの設定ができるわけですね。ちょっと試しにやってみましょうかね。例えばビデオ、プロパティ。当然今何も入ってません。ほぼ空っぽですね。プロパティ。サイズも全然ありません。ここでこの場所を選びます。当然ながら、このパソコンの中を見に行ってます。のビデオっていうふうな形のこれになってます。っていうふうな設定になってます。C ドライブの中の、私のアカウントの中のビデオを見に行ってます。簡単にこれショートカットなので、これを変えるわけですね。ですからこれを移動っていうふうにします。で、ここからドロップボックスに行って、今ちょうどやろうとしたのはビデオですから、で、共有ビデオっていうのを選択します。これで適用としますね。そうするとこのように聞いてきます。移動しますかって言ってきますので、はいとします。そしたらもう移動が今始まってますね。それで OK。とすると今後変わりましたね。このように。で、どこを見に行ってるかと言いますと、先ほど設定したように場所で、もうドロップボックスを見に行ってると。で、移動。ドロップボックス。にデスクトップ。選択ですね。で、これで適用というのを押せば、移動しますかって聞いてきますので、そこで、はいを押すと。そして、OK。いきなりこう、ファイル増えましたよね。で、これがもうですね、他のパソコンのデスクトップがもうここに来たわけです。で、こいつは本当にすごいことで、ここで例えば、ファイルの方を修正したら、他のパソコンも全部変わります。すべてが同期されるというふうなことですね。Windows でこの設定をすることで、相当仕事の共有化とか業務の効率はかなり上がりますので、デスクトップの共有やマイドキュメントの共有っていうのはぜひやってください。先ほど同じようにデスクトップをした後はですね、まあマイドキュメントとかピクチャーとかいったものも全部ドロップボックスにやるといったことで、このパソコン買ってまだ全然設定ほとんどしてませんけど、いきなりですね、もう仕事ができる状態になるというふうなところです。とても便利なこのドロップボックスのデスクトップ共有機能ですね。これはぜひうまく活用してください。このチャンネルでは新卒採用や中途採用、もしくは会社経営に役立つようなお話を紹介していきますので、興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いいたします。